一冊の本を読んで人生観が変わってしまったそんな本にあなたは出会ったことがありますかみなさんこんにちはいなわく TV の川島ですいつも動画をご覧いただきましてありがとうございますさて冒頭にもお話ししたようにたった一冊の本で大きく人生観が変わってしまった そのよような話って聞きますよねだいぶこちら長野も秋めいてきました秋といえば食欲の秋あるいは読書の秋なんて昔から言われましたよね今回は読書の秋にちなんで電子書籍スマートフォンやパソコンなどで本を読む機能ですねそのような電子書籍やそしてその本を読んでくれるという便利な機能があるんですね そちらの方をご紹介してまいいりたいと思います無料のものやそれから仕組みがちょっと難しそうなものもありますので初心者の方それからシニアの方に向けて分かりやすく解説をしてまいりますちなみにこのチャンネルでは本の紹介チャンネルではないので使い方を中心に行います是非人生が変わるようなそんな一冊に巡り合えたらいいですね では画面の方をご覧ください。それでは今現在のいろいろな本の読み方ってあると思うんですね。そちらを少しずつ分けながら解説をしていきますね。まずは紙の本。私たちはもうずっと前から紙の本を読んでまいりました。紙の本の良いところたくさんありますね。言うまでもありません。 ただ書籍に関しては本屋さんに行って買わないといけないあるいはネットで買うにしてもいくらねその日に届くような配送が発展したとしてもすぐ今読むわけにはいきませんよね。そして本を読むためにもう一つ「電子書籍」というのがあります。 ここにあるようにタブレットやそれからスマートフォンあるいは私などはパソコンなどでも本を読んだりすることがありますまあ数的には少ないんですけれども本を読む機会が少なくなったからねですがこのように電子書籍の場合は指を動かして文字を大きくすることができるんですねなので、 逆にまあ紙の本では虫眼鏡のようなものを出さなくても電子書籍だととと読みやすす。いいいいう方もいらっしゃると思いますそれから紙の本ではね「しおり」なんてありますよね。そんなものが電子書籍にはちゃんとブックマークのようなものがあって要はしおりの役割ですね。そのようなものをつけるので前回終わったところから読み返すことができます。 電子書籍のもう一ついいところは今読みたいなというものを外に行かなくても本屋さんに行かなくてもインターネットがつながっていればスマートフォンやパソコンでダウンロードをしてすぐ読むことができるんですね。今はサンプルというものが結構ありますのでちょっと目次とかをね自宅にいながらどんな本なのかなというのを確認をしてそしてまあ実際本当にいいと思ったら ダウンロードしなくても本屋さんに行ってということもできなくもないですもんねこんなような感じで電子書籍の良いところがあると思いますですが私などはそうなんですがやっぱりね読む機会がかなり少なくなりました読みづらくなったつまり目が悪くなってきたというのもあるでしょうもう一つは買いに行けなくなった本屋さんに行けなくなったというのもありますよね そんなために今かなり大きくシェアを伸ばしているのが最後にご紹介するこの「聞く読書」音ととしてののコンテンテツを届けるといううももでです。すこれ、そうですよね。私のチャンネルは残念ながら「聞く」というだけではなくて、まあ、画面を見ていただかないとちょっと教えられないことがたくさんあるんですが今は YouTube でも「聞く」だけでいいというようなチャンネルが増えています。 これだと、例えば主婦の方は家事をしながらとか、それから運転をしているときなどでも楽しむことができますよね。これで本を読むという機能があるんですね。有名な人、あるいはまあ、一般の人が遠く面白いお話をして、私たちは聞くという機能もあります。もう一つは、きちんとした本を読んでくれるという機能になります。 もちろん、有名な人、あるいは一般の人でも YouTube などで、トークが上手な人がね、お話をするのを聞くというのもいいでしょう。ですが、きちんとした本を、それもプロのナレーションの方が、とってもいい声で、いい感じで話してくれるという機能があったら、とてもいいですよね。話す速度も変えたりすることができます。 これがね、とっても心地いいんですね。ちなみにこのサイトは Amazon といって結構有名なんですが、本がインターネット上で購入できるサイトになります。ここを見ると、まあ本がこのように大きくあって、その本をどういう形で購入するかというものを選ぶことができます。まず左側にある電子書籍。これは Kindle 版とあります。765円ってありますね。 これは電子書籍なのでスマートフォンやタブレットなどで本をダウンロードして読むというものになりますそしてちょっと飛んでね新書に関しては下にあるように中古があったりそれから新書で購入することができますこれはインターネットで、まあ、その日というか次の日あるいはその次ぐらいに配送される紙の本のことを言います そして真ん中、これがオーディブルというものになります。一番値段的には高くなりますね。これが先ほどお話をした本をナレーターの方がゆっくり読んでくれる機能になります。この一冊の本に対してどのような方法で本を購入するかをここで選ぶことができるんですね。 Amazon でこのようにオーディブルを購入するには iPhone ユーザーの方はちょっと一と工夫必要になります。それはこの後ゆっくりご紹介します。では他のものもいろいろありますので紹介します。次にご紹介するのが Apple の電子辞書サービスです。これは前ね iBooks という名前だったと思うんですが今 Book となっています。このような本のマーク iPad やそれから iPhone の方は このマーク、必ず最初にあったはずです。このアイコン探してみてくださいね。App Store などで購入する必要はありません。これがとっても便利なんですね。ここの真ん中に QR というものがあります。この後すべてこの QR コードを貼っておきます。アイ o ックスはもともとあるのでいらないんですが、この後、もし動画を見ながらこれ入れてみようかなと思ったら、iPhone のカメラをかざしていただくと、 自動的にアップストアに飛んでいきます。アプリの購入自体は、すべて無料で購入ができますので、ご安心ください。このブックで便利に使っている機能をちょっとだけご紹介します。例えば、サファリーですね。サファリをタップします。そして、この記事をちょっと取っておきたいなと思ったら、下の方、ここの何もないところで一度タップをすると、このメニューが出てきます。 四角に上矢印のこの共有のボタンをタップするとこの一覧の中に「ブック」というのがあります。もしこの一覧に使ったことがないという場合は一番右側にあるこのその他こちらをタップするとこの一覧の中にここに「ブック」がありましたね。「ブック」をタップします。 するとこのように、ブックの中にインターネットの記事を PDF として保管したのがわかります。画面を戻すと、こんな感じで、他に自分で PDF で保存したものが、この中に表示されているのがわかります。この中の一番下に、ブックストアというのがあるんですね。ブッックストアをタップすると、 いろいろな本をここから購入することができます。ブックストアの一番上にセクションを見つけるというのがあります。ここをタップするといろいろなカテゴリーの中から選べます。今回ご紹介したいオーディオブックこちらをタップするといろいろな書籍をナレーターの方が読んでくれるものになります。どれか一つタップしてみますね。すると 1>, 1冊あたり407円だということが分かります一時的にプレビューで音を聞いてもいいですねでは右上のバツボタンで一度閉じて戻るボタンで戻りますこの他にはいろいろジャンルに分かれてあるのが確認できますでは戻るボタンで戻ります 続きましてデジタルコンテンツ本を読む聞くという意味でこれをお話ししないわけにはいきませんオーディオブックこれとても有名なサービスになります200万人達成とありますよね真ん中には QR コードが貼ってありますのでもし iPhone の方は確認をしてみてくださいこれは初回は無料プランがあります単発で、 本を1冊ずつ買っていく方法と、それからサブスクのプランに入ると、この右側にあるような料金体制があるんですが、まず1ヶ月目は無料です。そしてその後は、サブスクの料金によってサービスが少し異なってきます。こちらも本を読んだり、それから本をナレーションしてくれる機能があります。ぜひこちらも皆さん覗いてみてはいかがでしょうか。 続きまして、インターネットラジオもご紹介します。インターネットラジオとして、ラジコというのが昔からあります。こちらも無料でラジオを聴くことができます。地方のラジオとかもね、結構面白いものがありますので、ぜひ聴いてみてください。そして続きまして、電子書籍、ブックライブ。こちらは私はスマートフォンとパソコンに入れて本を読むようにしています。 これは本を読む専用になります。インターネット上でログインをすると購入した本をスマホそれからパソコンで読むことができます。こちらはね、本だけではなく漫画本なども数多くありますので、まあ、若い人なんかには特におすすめになります。そして続きまして音声コンテンツのみですね本ではなくこちらもご紹介します。 最近ね YouTube で有名なあの中田さんがインボイシーと言ってボイシー始めましたよねこれは音声コンテンツのみのサービスになりますトーク専門の方は YouTube とボイシーを両方使っているという方は多いのではないでしょうかそれから同じようなサービスでヒマラヤというのもありますただこちらはサイトを覗いてみたら縮小されるようですね なので、音声コンテンツに関しては、ボイシーをお勧めします。そして、ポッドキャスト。これはラジオ曲のようなイメージでいいと思います。先ほどご紹介した、Apple のブックにもポッドキャスト無料であります。それから、Amazon のポッドキャストがあります。 そして最後に今回ご紹介したかった電子書籍、本を読む、聞く全部揃った Amazon のサービスを詳しくご紹介いたします。こちらは今パソコンでインターネットを起動して Amazon にログインした状態になっています。画面の左上に3本の線がありすべてというのがあります。このすべてをクリックします。 するとこのように左側ににメニューが表示されまましした。本、コミッック、クク雑誌、ここちらをクリックします。すると、のように大きく3つに分かれているのが分かります本、コミック、雑誌というカテゴリーとそれからこの真ん中に Kindle ストアそしてオーディオブックがありますこの下は買い取りサービスになりますので大きく3つに分かれているのが分かりますね この Kindle ストアこちらは電子書籍のことを言います。つまりスマートフォンやタブレット、パソコンなどで本を読むという方ですね。今回ご紹介したいのは Audible オ,オーディオブックになります。では Audible オ,オーディオブックをクリックします。するとこちらが Audible のページになります。ちょっと複雑になっているとお話をしたのはこちらで。 例えばどれでもいいんですが一つクリックをしてみますね。クリックをするとログインをして私は無料体験に今なっていますので購入するというものが反転しているのが分かります。サンプルををここととががででききたり、いろいろな詳細を読むことができます。購入をする場合にはオーディブルだと3150円というのが分かりますね。 ワンクリックで購入するこちらをクリックすることでこの本を購入することができますですが聞くのがパソコンから聞けるわけではないんですねどうやって聞くかというと先ほどご紹介した QR コードにありますようにアプリが必要になりますアプリで聞くんですがそちらのアプリの方ではこのように本を探しても金額 購入するというボタンがないんですね。なので購入するときには必ずインターネットパソコンだったりそれから iPhone などではサファリーを出して、まあ、Amazon のアプリではなくサファリーを出してログインをした状態でオーディブルから本を購入するという形になります。そうすると同じログインで アプリオーディブルの方から本を聞くことができるようになるんですね。では実際に操作を行ってみたいと思います。まずはスマートフォンの方から操作をしてみます。ここにオーディブル、先ほどの QR コードですね。そこから読み取っていただければ、このオーディブル、無料で購入することができます。ではオーディブルをタップします。いろいろな本があるのがわかりますね。どれでもいいんですが、 では、この先ほどと同じようにこちらをタップして画面を確認します。するとここにあるようにサンプルとかウィッシュリストなどはあるんですがどこにも購入するボタンが用意されていないのが分かりますよね。なのでここでは購入することができないんですね。ウィッシュリストに追加では押してみます。このようにサンプルを聞いたり それからウィッシュリストに登録をすす。ることはできますウィッシュリストを確認するには下のメニューにあるライブラリーこちらをタップするとこの上のメニューでウィッシュリストというのがありますこちらをタップすることでまだ購入はしないけれども欲しいなと思う一覧をこのように登録しておくことができますどれをタップしても、 購入の画面はありません。では今ウィッシュリストに入れたもの、どうやってスマートフォンで購入するかというと、一度この画面は閉じますね。このオーディブルでは何度も言いますが購入ができないので、私は今アマゾンのこちらにアプリを入れているんですが、これもできません。どのようにするかというと、サファリこちらをタップして、 オーディブルのサイトにアクセスをします。オーディブルのサイトは概要欄もっと見るというところをクリックしていただくか、もしくはここにアドレスを載せておきますね。アマゾンのサイトではなくて、オーディブルのサイトにアクセスをしてください。するとこの画面になり、ログインをした状態であれば、ここにメニューがあります。ではメニューをタップします。 するとログインをしてありますので、ホームから一覧があります。ウィッシュリスト、ここにありますね。ウィッシュリストをタップします。すると今登録をしたウィッシュリストがここにあります。もしこの本が欲しいなと思ったら、タップをしてスクロールをすると、 今、ここに3150円で購入するというボタンが反映されています。ちなみに、ウィッシュリストを入れなくて、そのまま本を購入したいというのであれば、サファリーからのオーディブルでも購入することはできます。ただね、めんどくさいので、オーディブルのサイトを登録をしておいて、購入はこのオーディブルのサイトから購入をする。そして、読むのはアプリを使って読む。 ととといいいいううように分けて登録をするといいと思いまする思まそれでは最後にオーディブル全体の仕組みを解説しますね。ここにもあるんですが、まず最初の2ヶ月は無料で聞くことができます。今私は無料期間中なんですね。最初の2ヶ月は無料なんですが、1ヶ月に1コインというのが私たちには付与されます。つまり1冊ずつ毎月購入することができます。 この一冊というのは値段に上下はありませんので先ほどの3000円とかいうものもすべて無料で読むことができます通帳はサブスクリプションといって毎月1500円つまり2ヶ月を超えてしまったら1500円ずつ支払うことになりますなのでできるだけね1500円よりも高いものを購入した方がいいですねこのオーディブルの会員にならないと 本が読めないかというとそうではなくてこちらにもあるように通常はこれ4500円するんですね1冊ずつ購入する場合はこの本の場合は4500円かかりますただし1500円のサブスクリプションで1コインつまり1冊を購入した他に2冊目3冊目と欲しい場合ってありますよね その場合には通常のサブスクに入らない会員よりも3割引きで購入することができるんですねたくさん本を読みたいなという人にはサブスクリプションはとってもおすすめになります1ヶ月に1冊でも構いません1500円はかかりますが会員にサブスクリプションに入らないと定価のままで購入することになります どうしても読みたい本が1冊だけあって他はしばらくいらないよという場合にはサブスクはなしで1冊ずつ購入をするのがいいと思いますまとめますと最初の2か月は無料その後は1500円ずつお金を課金することになりますがワンコインつまり1冊は選べます本の価格の上限はなくて1冊ずつ好きな本を読むことができます オフライン再生になりますのでインターネットを使わずにも外で読むことができます。一回買った本はその後も大会した後も読むことができます。プロのナレーターが読むのでとてもわかりやすく耳に入ってきます。購入をするのはサイト、インターネットを使ってオーディブルのサイトから購入をします。これはパソコンでもスマートフォンでも購入は可能。 ただし、読むのはオーディブルというアプリをインストールして読む。これがちょっとわかりづらいところになりますね。その他、ボーナスタイトル1冊とあるんですが、オーディブルに加入すると数は少ないんですが、その他にね、もう1冊読めるようになります。また、ポッドキャストに関しては無料ですべて聞くことができます。そして本当に最後になりますが、 こんなお話をするのもちょっと変ですが、入会をした後にね。大会ができづらいというのがよく声としてあります。どちらもご紹介して終わりにしたいと思います。今、audible にログインをした状態になります。このメニューの中からよくある質問、こちらをタップします。するとここに9回大会というのがあります。 こちらを押していただいて、すると大会の方法や休会などがあります。1年に1回は3ヶ月までかな、休会をするということもできるんですね。大会の方法を教えてください。こちらをタップすると、大会の方法が書いてあります。いろいろな方法で大会をすることができるので、よくある質問の方からご覧いただければと思います。 pc サイトあるいはスマートフォンからも大会をできるようになっていますまあおすすめするだけでね大会ができないようになったというのでは困りますのでこちらも最後ご紹介させていただきましたでも個人的にはね本当にいいサービスになるのでおすすめしたい一つになりますでは今日の動画はここまでにしたいと思います 読書の秋と言いますから、まあ、紙の本も含めて、今の時代、オーディブル、こんな素晴らしいものがありますので、ぜひ体験してはいかがでしょうか。では、今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では、次回お会いしましょう。ごきげんよう。またね。